もしかしてここって金屋と呼ばれている場所ですか？違うなら違うと言ってくれませんか？僕たちルプスの街で何が起こっているか知りたいんです。キリト、あの人たちを傷つけずに何とか入り口から離れてもらう方法はないかな？傷つけずにか。話しても答えてくれないわけだし、となると眠らせてしまうのはどうでしょうか。確か先ほどそういった特殊な攻撃を仕掛ける怪物がいるという話を聞きましたよね。睡眠薬を盛るってことか。人聞きの悪い、世の中には任務中なのに寝てしまう人がいるではありませんか。彼らもそうなるだけです。その説はごめんなさい。アリスの案は悪くはないけど、後が怖いな。平和的に侵入することはできそうだけど、バレたら大騒ぎにならないかな。じっとしているよりは試してみるか。眠りの粉を出す花の怪物を探そう。よし、薬草職人に眠りの粉を嗅がせよう。誰が行く？僕はやだよ。こういう時はキリトでしょ。なんでだよ。
よし、ここはリアルワールドに伝わる由緒正しい選出方法で決めよう。俺が直々に伝授する。これはいかなる時も使える優れものなんだ。由緒正しい選出方法？じゃんけんなんて嫌いだ。キリトのバカ、こんな選出方法二度とやらないぞ。行け、頑張れユージオ。俺はパーを出すって言って心理戦してごめんな。やるのですユージオ。じゃんけんが弱くても気にしないで。二人とも勝ったからって。こんにちは。あのごめんなさい。こら、人様の畑に無断で何をしている。すみません。ここは金屋ですか？シンクスズランをご存知ですか？はあ？金屋なわけなかろうが。お前たち、薬草職人が通したのか？なんだか居眠りしていたみたいで、勝手に入らせてもらいました。嘘つけ、恥知らず。金禁目録違反じゃぞ、この泥棒め。何も盗んでいません。金屋かどうか知りたかっただけです。シンクスズランを探していて、薬草職人を眠らせたのは事実ですが。やっぱり侵入者か。衛士を呼んでやる。すみません、どうしたらお詫びできるでしょうか。詫び？そんなの決まっているじゃろ。慰謝料を請求する。払うなら許してやるぞ。ひどい目にあった。さっきのおじいさん、スズランは育てていたみたいだけど、普通だったな。どうやらまだまだ私たちが調べるべきことがありそうですね。また外へ調査に行きましょう。キリト、誰かが襲われています。一人、いえ二人。助けに行こう。アリス、あの人たちを守って、僕たちが魔獣を引きつける。よし、全員行くぞ。
ありがとうございます。我が主だけでなく召使いの僕まで助けていただいて。まあ貴族である私を助けるのは当たり前だがな。助けてもらっておきながら鼻持ちならない男ですね。まあまあ、ご無事で何よりです。困った時はお互い様ですから。心根まで気高い剣士様であらせられる温かいお言葉感謝します。何かお礼をできたら良いのですが、旦那様いかがでしょう。彼らに何か。姉ならやらんぞ。こっちは踏んだり蹴ったりだったんだ。これ以上損してたまるか。すみません、我が主はとある珍しいスズランを買い求めにこの土地に来たのですが、手に入らず機嫌が悪いのです。珍しいスズラン、それについて何か知っているんですか。もしよければ教えていただけないでしょうか。構いませんよ。その花はシンクスズランと言います。シンクスズランとはその名の通り真っ赤な花弁をしたスズラン。シンクスズランの苗は大事に育てれば60年は持つと言われており、金屋と呼ばれる特別な場所にしか生えていない。新生力を豊富に持ち、宝石のように輝く。それはそれは美しい花だとか。貴族の間ではシンクスズランを持つことは富と成功の証とされており、買い求めるものが多い。だが花は一般の流通では手に入らない希少品種で、販売相手も貴族に限っているという。この貴族は噂を聞きつけ、貴族界隈でシンクスズランを買い求めたことがある人に紹介状を書いてもらい、ようやく手に入れられるところまで来たらしい。だがすぐ手に入れることはできず、予約帳に記入だけして返されたということだった。しかしこれはちょっとおかしい話だ。というのもアンダーワールドでは花職人という天職は存在しない。花は新勢力をわずかながらも保有するが、それをわざわざ育てて売るなら他のものを育てた方がいい。というのがアンダーワールド人の言い分だ。観賞用のためにすら流通しないのは、ひとえにこのアンダーワールドが新勢力リソースに対して非常に高いているからだろう。代わりといってはなんだが、薬草職人は存在する。薬草職人が薬草畑で花を育てることはあっても、しかしシンクスズランはどこかで栽培され密売されている。生きながらえる時間と比例して新勢力は多く蓄えられていくものだから、60年も咲く花なら例外にもなるんだろうか。調査してみる必要があるのは間違いない。ねえキリト、これってもしかしたら人気に使えるんじゃないかな。だって60年は咲く花なんて聞いたことがないよ。確かにギガス次第より劣るが悪くはないよな。第一目的はこの土地をめぐる不可解な事柄の真相を突き止めることだけど、そっち方面でも成果があるなら一挙両得だ。なんだお前たち、シンクスズランが欲しいのか。やめておけ。あれは貴族の紹介状がないと商人に面倒しもしてもらえない品なんだ。お前らなんか。後ろ。お前ら私を守れ。またですか。キリト、ユージを行きますよ。
丈夫ですか？怪我はないですか？大丈夫でしょう。さあ、もうこの場から離れましょう。あなた方もそうしなさい。同じ場所に留まるのは良くないようです。少々お待ちください。我が主は恐怖で声がすごく小さくなっていますが、何か言いたいようです。かしこまりました。二度もお守りいただいたことに感謝を表明しまして、我が主が紹介状を渡すそうです。いいんですか？ありがとうございます。商人はルプスの町の中の北西の位置におります。見つけにくい場所に隠れていますから、探すのが大変かもしれません。ありがとうございます。行こうキリト。なんか用か？そうじゃないならどっかに行け。予約は受け付けた。だが当分は手に入らないと思った方がいい。貴族様たちでお待ちの方が大勢いるんだ。予約しておいてなんだけど、どうしてそんなに貴族に人気なんだ？あんたらはお方貴族の使いかなんかだろ。身なりを見りゃわかる。貴族には見えない。あの花は特別なんだよ。ああいったものの価値を決めるのは金持ちだ。珍しい花があった。高値で買ったと誰かが来客に自慢した。自慢されたやつも負けじと買い求めた。それが続くうちにこうなったのさ。シンクスズランは花のくくりじゃ語れない代物なんだ。あれはまさに欲まみれの人間の象徴。あんなもの仮に花言葉があったとしても、それはきっと強欲や欲望だろうよ。やはりただの花とは言えない何かなのか。金持ちどもの戯れのせいで、裏じゃ俺たち平民がどんな目に遭っているか知らないくせによ。平民に危害が？詳しく教えてくれませんか？話はこれで終わりだ。うぜな。こんなに調べても成果がないとは、何か見落としがあるのかもしれません。キリト、外にもう一度行きませんか？そうだな。薬草畑に隠してそうな場所はもうなさそうだし、盆地地帯をもう一度調べてみよう。おい剣士たちよ、どうだ、収穫はあったか？その顔ではシンクスズランがどこにあるかわからなかったようだな。お前らのような平民がそうやすやすと手に入れられるものではないのだ。切っていいでしょうか？ダメだよ。すみません、我が主はアーは申していますが、実は剣士様方に良いお話があるのです。貴殿なら話し合いができそうですね。いいお話とは？はい、ルプスの町では近々貴族の夜会があるそうです。ルプスの町の領主もしている貴族が主催で、シンクスズランはその貴族が管理しています。探しているなら隠している本人の根城で聞き込みをするのが良いでしょう。我が主は招待状を持っています。それを剣士様方に差し上げることが可能です。また招待状か。身分証明がどれだけ必要なんだよ。いいんですか？僕たちがもらったら、あなた方は？我が主は散々な目に遭ったし、もうこんな土地にいたくないとおっしゃっています。我々はもう帰るつもりです。ただ我が主は先ほど剣士様方に助けていただいた後、とある女性に大層親切にしていただきまして、端的に言うと恋に落ちてしまったのです。バカ、はっきり言うな。恥ずかしいだろう。我が主曰く、
疲弊してとぼとぼ帰ろうとしている自分に声をかけ、顔に元気がない、水を飲めと差し出された水が恋の味がしたと。バカー、そんな詳細を語るでない。何ですかこの不愉快な光景は。なぜ私は見知らぬ男が恥じらう姿を見なくてはいけないのです。すみません、長くなりました。良い話というのは、その恋のお相手に交際相手や婚約者がいないか聞いてきていただきたいのです。なんだ、簡単じゃないか。いや、簡単かな。とにかくそれをすれば招待状をくれるってことでいいのか。ご理解が早くて助かります。お相手の女性はここを抜けた先の薬草畑で働いている若い娘です。どうか我が主のために恋の手助けをよろしくお願いいたします。よし、第2回じゃんけん大会の始まりだな。僕はグーを出すから。裕次郎が心理戦を。よほど負けたのが悔しかったのですね。整合騎士である私がなぜこんなことをしなくては。頑張れアリス、女の子同士の方が恋の話は弾むぞ。多分アリス頑張って、怖がらせちゃダメだよ。すみません。はい、何かありましたか剣士様。いい天気ですね。そうですね。何かお探しですか。薬草は種類がたくさんあります。ここは買うこともできるんですよ。いえ、薬草を買いに来たわけでは。そうですか。でもせっかく来てくださったんだし。そうだ、花を差し上げましょうか。ここら辺の方ではないですよね。旅、花を一輪紙に飾るだけでなんだか素敵な気持ちで過ごせるものですよ。あなたの瞳と同じ色のお花もあります。きっと似合うわ。いえ、本当に私に花など不要なのです。そうではなく、私はあなたに。私に。ああ、もう。すみません、私はこういうのは不得手なのです。単刀直入に聞きます、あなたは恋人はいらっしゃいますか。いませんが、どうしてそんなことを。あなたに化粧をしている男性から頼まれたのです。どうかこのようなぶしつけな質問をしたことをお許しください。まあ、私なんかにそんな方が。謙遜なさらずに。あなたは不作法にもこんなことを聞いている私から逃げずにいてくれる時点で素晴らしい人です。それでその質問なのですが、好きな人はいますか。残念なことにと言えばいいのかしら、恋はしていません。そういうことには疎くて。あなたはいらっしゃるの。え？だって私だけ聞かれるのは恥ずかしいわ。女の子同士だもの、よかったら教えてほしい。私は対等しているので見てわかると思いますが剣士です。私が恋なんて。剣士様は恋をしない決まりがあるのですか。そんな決まりはないのですが。どうしてキリトの顔が頭に浮かぶのですか。ごめんなさい、困らせたみたいね。いえ、私もこういうことには疎くて。最後の質問なのですが、
できれば好きな人の特徴も教えてもらえると助かります。頼りになって優しい人でしょうか。怒りっぽい人は苦手です。あの剣士様、本当に大丈夫ですか？お水を差し上げましょうか。お顔が真っ赤だわ。すみません、慣れぬことをしたせいか。恥ずかしい、穴があったら入りない。なんだか盛り上がっていたようだけど、どうだった？うまく聞けたか？ああ、まあ、なんとか。そうか、さすがアリスだな。で、あの子なんて言ってたんだ？ああ、まあ、恋人はいないと言っていました。ん？アリス、どうしたの？顔が…本当だ、真っ赤だぞ。おい、大丈夫か？あ、もう、うるさい！あの貴族の元へ早く行きますよ！おう、戻ったか。して、どうだった？ふむふむ、頼りになって優しい人、怒りっぽくない。まさに私ではないか？なあ、そうだな、そうだと言うんだ。おっしゃる通りです。まずい、アリスが無言でものすごく怒ってる。塚に手をかけるのを必死で耐えてるぞ。これで約束は果たせましたね。交換条件のお品をいただいてもいいですか？いや、まだだ。え、約束が違うじゃないか。質問をしてこいとは言ったが、回数制限は設けていない。今度は好きなものや今欲しいものを聞いてこい。さりげなくそれを渡したい。さすが旦那様、貴族の中の貴族です。キリト、切ってもいいと思いますか？ユージを右手を押さえてくれ。俺は左手を押さえる。アリス、ほら、聞くだけの簡単な仕事だからね。何が貴族の中の貴族ですか？聞いて呆れます。私はもう聞きませんよ。あんな恥をさらすようなこと二度としませんからね。じゃんけんもしません。わかったわかった、俺が行くから。あの、すみません、少し前に好きな人の特徴を聞いたものの連れなんですが。まあ、別の剣士様、私にまた何かご用ですか？今欲しいものや好きなものはありますか？欲しいもの、新しい荷台かしら。薬草を売りに行くときに使うものが古くて。好きなものは花が好きよ。薬草職人が天職だけれど、花も育てられてとっても幸せ。謙虚すぎる。他には、もうこの際なんで、宝石とか豪華な服とか家にしませんか？家？どうして？分不相応よ。いや、高いものにしましょう。美味しい食べ物でもいいですし。そうですよ、もっと高いもの言ってください。あんまりです。あなたみたいな人が、あんなって言ったら失礼だけど、あんなのに好かれるなんて。また知らない剣士様。まったくです。あなたがいい人だからこそ胸が痛い。高価なものが幸せとは言いませんが、あなたには受け取ってほしい。さっきの剣士様。戸締まりには注意して過ごしてください。何かあったら俺たちを探して。しばらくは滞在してますから。私は何に好かれているの？ふむふむ、荷台、花、宝石、豪華な服、家、
最後のはまあ考えるとして、他はすぐに用意できるな。よし、お前たち次はそれらを買いに行け。お使いまでさせるのか。いつになったら招待状くれるんだ。人助けのために必要なんです。お願いです、招待状をください。私を助けることも人助けだろう。いいから早く行け、すぐ行け。彼女が喜ぶものにしろ。いい加減にしてください。好みを聞くまでなら許せたけれども、愛する人への贈り物を自ら用意せず人に頼む。アリス、剣は鞘に入れ直そうかな。保身ばかりで自分で何もしようとせず、愛する人に心を砕く時間すら作らない。それで女性を口説こうというのなら少子千万。正論だと思う。でも剣は置こう。アリス、今すぐ自ら彼女に会いに行きなさい。そして告白しなさい。私がこの腕を押さえていられる間に。いや、押さえてないような。俺たちが押さえているし。召使いさん、その人を連れて早く行ってくれ。いやー、旦那様、ひとまずここを離れましょう。もう少しで剣の梅雨にしてしまうところでした。こらえられてよかった。冗談だよな、脅しだよな。キリト、ユージを、彼の恋の結果を見に行きますよ。本気だったんだ。おお、お前たちか。今ちょうどこの人とお前たちの話をしていたんだ。困ったやつらなんだが、友人思いでな。そうなんですか。なんだ、うまくいっているのか。そうみたいだね。すごく上機嫌だ。僕らを友人だって。嘘だろ。いいのか。あなた、本当にこんな男でいいのですか。こんな男と交際を。ん、交際、まさか。いきなり結婚を申し込まれはしましたが、お断りしましたよ。それは無理なので、お友達になっていただいたのです。友達以上恋人未満だ。赤の他人の状態からだとかなりの進歩ではないか。我が主はとても向上心がある方なので、単なる友人の地位でも都合よく解釈される素晴らしい方なのです。お話も面白いですし、貴族の方なのに無理やりお屋敷に連れて行こうとはなさらないので、しばらく仲良くしてみます。親も亡くなって一人で畑を耕して生きてきたので、寂しくしていたところなんです。悪い人ではなさそうですし、友人は歓迎します。心配してくれてありがとう。善か悪かと問われれば、それは悪ですよ。友人にするのもどうかと思います。アリス、とにかく丸く収まってよかったよ。そ、はい、つきましてはお約束の報酬を。我が主はこたびのご協力を大変感謝しておりまして、少しばかりお心づけをさせていただきました。今までいろんな冒険をしてきたけど、一番疲れた気がする。僕も。少し休んでから夜会が行われる貴族の館に行こうか。これ夜会用の服もありますが、もしや私がこれを着るのですか。はあ、二人の監督がこれほどまでに大変とは。
様、金色の髪の青い瞳の剣士様。アリス、呼んでるよ。ああ、どうかしましたか。やはりあの男から逃げたいと。力を貸しましょう。いいえ、違います。私はただあなたにお花をあげたくて。剣士様、どんな天職であろうと、あなたがとても素敵な女性であることは変わりません。時には花を慈しんで。ありがとうございます。これは忘れな草。あなたの瞳の色と同じ澄んだ青色です。勇ましい剣士様も素敵ですが、私は恋の話で照れてしまったただの女の子のあなたが好きですよ。恋、私がいつそんな話をしましたか。あら、したわ。真っ赤になってた。ねえ剣士様、女の子であることは剣士様にとってダメなことなのでしょうか。ダメなように思っているのだとしたらすごくもったいないです。差し出がましいですが、私はそう思います。恋の話で照れていた女の子のあなたを忘れないであげてくださいね。はい、善処します。綺麗な花だ。アリスの瞳の色にぴったり合うよ。あの人は見立てがいいね。せっかくだから髪に刺してみなよ。そうでしょうか。鎧をまとい剣を持つ好みで、花を髪に飾るなど似合わないのでは。そんなことないよね、キリト。忘れな草か。ちょっとキリト、聞いてる？ああ、悪い。その花さ、俺の住んでいた世界、リアルワールドでもある花なんだ。懐かしくてさ。造形が全く一緒かはわからないけど、名前は一緒だ。こっちでも逸話があるのかな。逸話ですか。私は聞いたことがありませんが。僕も。どんな逸話？確かとある騎士が恋人のために川辺に咲く花を取ろうとして誤って川に落ちてしまうんだ。悲しいことに騎士は川に飲み込まれてしまう。死を覚悟した彼は最後の力を振り絞って花を恋人に投げて言うんだ。僕を忘れないでと。その時の花がこの忘れな草だとされている。花言葉も私を忘れないでなんだよ。私を忘れないでですか。僕を忘れないで。神聖語だと Forget me not だな。リアルワールドのみんなも俺を忘れないでいてくれているから。 Forget me not。 すごく悲しいお話だけど、同時になんだか温かくてとても胸に残る逸話だね。僕この花が好きになったよ。だろ。家族や友達、自分が愛する人に自分を忘れてほしくないって、多分誰しも抱く気持ちだからかな。共感しやすいよな。俺、私には胸に刺さる逸話です。私はアリス・ツーベルクを、彼女が生きた時間を忘却の彼方に追いやっている張本人なのですから。
アリス？大丈夫？ええ、大丈夫です。貴族の館はルプスの町の外れにありましたね。さあ、夜会まで時間があります。支度しますよ。